あなたは未来のために何をしますか。未来は彼らのものだ。彼らが平和を愛する者たちだ。ニコラテスラ。皆さん、こんにちは、こんばんは。今回はニコラテスラの言霊を紹介していきます。テスラの言葉、未来は彼らのものだ。彼らが平和を愛する者たちだ、は、平和と協力の重要性を訴えています。この名言を通じて、彼がどれほど未来を見据え、平和の価値を重んじていたかがわかります。ニコラテスラは、電気技術者として多くの発明を行い、現代の電気システムの基盤を築いた偉大な人物です。彼の発明は、今も私たちの生活を豊かにし続けています。私たちは何を受け取り、進んでいくべきかを考えていきましょう。心に響く言霊コレクションでは、エネルギーを宿した言葉をご紹介し、皆様のパワーにつながる動画を作っています。ぜひ、チャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いします。それでは、まずニコラテスラのルーツを探るところから始め、言霊が生まれた背景を探っていきます。言霊よ、あなたの心に響け。こんにちは、カミルです。ニコラテスラさんについて、電気の技術を発展させた人ってことくらいしか知らないんです。でも、とても有名な人ですよね。私でも知っているくらいだから、まずは生い立ちから教えていただきたいです。いやあ、ハミルさん、早速ニコラテスラの生い立ちと初期のキャリアについて話していくね。ニコラテスラは1856年7月、オーストリア帝国、今のクロアチアの小さな村スミリャンで生まれたんだ。彼は5人兄弟の2番目の子供で、幼少期から科学や発明に強い興味を持っていたんだ。お母さんは家事や農業の道具を自作するなど発明好きだったので、テスラもその影響を受けたんだね。テスラはグラーツ工科大学というところで電気工学を選び学んだ。大学では優秀な成績を収めていて、電気に関する知識をどんどん深めていったんだ。卒業後、テスラはブダペストにある中央電話交換局に就職し働き始めた。ここで初めて実際の仕事として電気工学に触れることができたんだ。こうして彼の科学者としての基礎が築かれていったんだね。この後、ニコラテスラは本当に多くのことを成し遂げた偉大な科学者となっていく。彼の生い立ちと初期のキャリアを知ると、どれだけ情熱的で努力家だったかが分かってくるんだ。お母さんの影響を強く受けていたんですね。才能はとても大事だと思いますが、それ以上に環境が与える影響って大事なんだなって感じます。ニコラテスラさんは就職したんですよね。その後の歩みについて教えてください。そうだね。才能と環境の掛け合わせが偉人の能力につながっていることが多いよね。さて、テスラのその後の歩みをお話ししよう。テスラはブダペストでの仕事の後、パリに移り、コンチネンタルエジソンカンパニーで働き始めたんだ。でも、彼の才能はもっと広い世界で認められるべきだったんだ。1884年、彼はアメリカに移住し、ニューヨークでトーマス・エジソンの会社に就職した。エジソンの会社で働き始めたテスラだが、エジソンとの意見の違いから独立することにした。エジソンは直流電力システムを推していたが、テスラは交流電力システムの方が優れていると確信していたんだ。テスラはジョージ・ウェスティングハウスと協力し、交流電力システムの開発を進めた。このシステムは長距離送電が可能で、現代の電力供給の基盤となっているんだ。そして1891年にはテスラコイルを発明した。これは高周波高電圧を生成する装置で、無線通信や無線電力伝送の基礎となったんだ。この技術のおかげで、後のラジオやテレビ、無線技術が発展することができたんだ。テスラの人生は本当に波乱万丈で、彼の発明は今もなお私たちの生活に大きな影響を与えているんだよ。駆け足で説明したから、興味があったら調べてみるといいかもしれないね。短く説明してくれた中でも、すごい人生だったことが伝わってきました。そして、あのエジソンと関わりがあったんですね。しかも、意見の違いがあったとしても、自分の信じたことを貫いた、という点にすごく惹かれました。テスラさんの晩年についてだったり、他にも現在に利用されている技術なんかも知りたいです。もちろん、テスラの晩年はニューヨークで過ごしたんだ。彼は多くの時間を新しい発明や理論の研究に費やしたんだけど、残念ながら彼の晩年はあまり恵まれたものではなかったんだ。資金的な問題や健康上の問題もあり、孤独な生活を送っていたと言われているよ。1943年に86歳で亡くなったけど、彼の影響力は今も続いている。テスラの発明の中で、現在も私たちの生活に大きな影響を与えているものがいくつかある。例えば、交流電力システムは現在の電力供給の基盤となっていることや、ラジオやテレビなど、
無線技術に大きく貢献していることはすでに伝えたね。他にテスラのビジョンは再生可能エネルギーやワイヤレス電力伝送など未来の技術にも影響を与え続けているんだ。彼の発明とアイデアは私たちの生活をより便利で豊かにしてくれているんだよ。ニコラテスラさんのアイデアは今もなお新しい技術の発明に貢献しているんですね。私たちも未来のために何ができるかを考えさせられます。稲妻のような人生を送ったニコラテスラさんの言霊、未来は彼らのものだ、彼らが平和を愛する者たちだの意味をより深く知りたくなりました。 OK、 それでは次のセクションで言霊について考察してみよう。まずテスラの言葉が生まれた19世紀末から20世紀初頭は技術革新が進む一方で戦争や紛争が頻繁に起こっていたんだ。この時代科学技術の進歩は著しかったけど、その一方で世界は不安定な状態にあったんだね。次にテスラの平和に対する考え方についてだけど、彼は技術革新と科学が平和の鍵だと考えていたんだ。テスラは科学の発展が戦争を無意味にし人類全体の福祉を向上させると信じていた。だからこそ彼の発明も多くが平和利用を意識して作られていたんだよ。テスラの言霊、未来は彼らのものだ、彼らが平和を愛する者たちだは、そんな彼の信念を象徴する言葉だったんだね。彼は技術を通じて平和な未来を築こうとしていたんだ。平和への強い思いが努力や継続につながっていたんですね。でもなんでそんなに平和を大切にしたんでしょうか。何か特別な理由があったのかな。あと言霊の中に彼らと表現していますが、これは誰を指しているんでしょうか。そうだね、テスラが平和を大切にした理由について説明するよ。テスラは戦争や紛争が人類の進歩を妨げると考えていたよね。逆に科学技術が平和を維持する手段として利用できると信じていたから、彼の発明は多くがエネルギーや通信技術に関するもので、これらの技術を社会の安定と発展に生かすという強い思いがあったんだ。テスラは技術が正しく使われれば戦争を防ぎ人々の生活を向上させると信じていたし、それに対して貢献する強い意志があった。そしてテスラの言霊の中で彼らと表現しているのは未来を担う若い世代や平和を愛する全ての人々を指しているんだ。テスラはこれからの世代が平和を愛しそれを守るために努力することを願っていたんだよ。彼の信念という部分を置いたとしても、当時の社会状況は第一次世界大戦や産業革命など大きな社会変動が起こっていたから、こうした背景の中で電力供給や無線通信などの技術を発展させ社会の安定と発展に貢献しようとしていたというのも発明への情熱を加速させた原因の一つでもあるだろうね。テスラの技術と平和の重要性を訴える姿勢は多くの人々に影響を与えたんだ。すごい、自分の大好きなことと社会貢献を両立させる手段を見つけられるのって本当にすごいことだと思います。私もやりたいことが見つかったら誰かの役に立ちたいって思っているけど、やりたいことと誰かのためになることがなかなかつながらなくて、ニコラテスラさんについてもう少し知りたいです。何か将来のヒントになることがあるような気がします。それではテスラの他の名言とその関連性、そして彼の言霊が与えた影響について話してみるね。きっと影響を受ける部分もあると思うよ。テスラは科学は宗教と同じく平和の宗教であるといった名言も残しているんだ。これは彼が科学と技術が平和の鍵であると信じていたことを示しているよ。彼は科学が人々の生活を向上させ戦争を防ぐ手段となると信じていたんだね。この考え方は彼の他の言葉や発明にも一貫して現れているんだ。テスラの一貫した言葉と発明は多くの人々に影響を与え続けている。例えば交流電力システムや無線通信技術の発明は現在の電力供給や通信インフラの基盤となっていることは伝えたね。彼のビジョンは未来の技術にも影響を与えていて、私たちが生きている今のみではなくずっと先々まで影響を与えていくことになると思う。平和と技術を愛したテスラの言霊、未来は彼らのものだ、彼らが平和を愛する者たちだは、多くの人々にインスピレーションを与え今もなお私たちの生活に影響を与え続けているんだね。私たちは彼のように自分の信念を貫きながら社会に貢献できる方法を見つけることが大切なんだと考えさせられるよね。本当にそう感じました。ニコラテスラさんが素晴らしい技術を発明したことはとてもすごいことだと思います。でもそれ以上に核となる信念が込められた発明であるというところに心が動かされました。若い世代に対しても
メッセージが込められているとのことでしたが、未来に向けて私たちがどんな風に努力していけるのかをディスカッションしたいです。ニコラテスラの人生や言葉からヒントを得て、やりたいことと社会貢献を両立させるための考察をすることはとても意義のあることだと思う。それでは次のセクションでお話ししていこう。ディスカッションの題材としていくつかの候補を考えてみたよ。一つ選んでほしい。自分の信念を持ち続けること、科学技術を平和のために使うこと、困難に直面しても諦めないこと、環境に影響を与えることを考慮すること、どれがいいだろう？自分の信念を持ち続けることがいいです。私が感じたニコラテスラさんの信念は、自分の才能とやりたいことである科学技術を追求すること、そしてもう一つが平和を求める姿勢だと思うんです。でも自分のことと誰かのためになることの両立って可能なんでしょうか？それはとても面白い質問だね。ニコラテスラの人生を見てみると、自分の信念を持ち続けることがどれだけ重要かを感じるよね。彼は自分の才能と情熱である科学技術の追求をやめなかった。そして彼の発明は平和と人々の生活向上を目指していた。テスラが示してくれたのは、自分のやりたいことと誰かのためになることを両立させることは可能だということだ。彼は自分の発明が社会に貢献することを常に考えていた。例えば交流電力システムを開発するテイルゴールでは、具体的に社会にどう貢献できるかは別問題になってしまう。しかし効率的な電力供給を可能にし、多くの人々の生活を豊かにするというところまで考えて努力を続けたところに、テスラの魅力が隠されているんじゃないかな。またテスラの発明の多くは戦争を防ぐためや平和を促進するためのものであった。彼の信念は技術が平和をもたらし人類の福祉を向上させるというものだった。ハミルさんが難しいと感じている自分のことと誰かのためになることの両立は、テスラのように自分の信念をしっかりと持ち、それを貫くことで可能になることを示してくれているんじゃないかな。私たちもやりたいことを追求しながら他者に貢献できる方法を見つけることができるんだよ。なるほど。自分のやりたいことが見つかったら、きっとそれを深めていくことは当たり前であって、さらにもう一つ、貢献するための手法を編み出していくってイメージできました。自分のやりたいことがどんなに小さなことでも広げていくことってできるんでしょうか？もちろん、自分のやりたいことがどんなに小さなことでもそれを広げていくことは可能だよ。テスラの例でもわかるように、彼の最初の興味は小さな科学的な探求から始まったんだ。それが彼の情熱と努力によって世界を変えるような大きな発明へと発展していったんだ。参考までにテスラがどんな信念を貫いたかをまとめてみたので、参考にしてみてね。1. 情熱を持ち続けること。 2. 継続的な学びと成長。 3. 目標を設定すること。 4. 他者と協力すること。 5. 失敗を恐れないこと。短い時間で全てを紹介できていないけれど、テスラの人生を見るとこの5つのポイントが浮かび上がってくるんだ。どんなに小さなことでもそれを深めて広げていくことで、やがて大きな成果を生み出すことができる。自分の情熱と努力を信じて、ハミルさんも一歩一歩進んでいこうね。ありがとうございます。この言霊紹介のシリーズを通して私も成長できていると実感しています。見てくださっている皆さん、他にも3つのディスカッションテーマがありました。それらも含めてご意見や私に対してのアドバイスもあったら、ぜひコメント欄に書いてくれたら嬉しいです。今日はニコラテスラさんからたくさんのパワーがもらえました。ありがとうございました。皆さん、ここまでご視聴いただきありがとうございました。今回はニコラテスラの言霊を通じて彼の人生や信念について学びました。ここでもう一度あなたに問いかけます。あなたは未来のために何をしますか？ニコラテスラの言霊、未来は彼らのものだ。彼らが平和を愛する者たちだは、彼の平和への願いや技術の力を信じる心を表しています。彼の生涯を通じて私たちも自分の信念を持ち続け、社会に貢献する方法を見つけることが大切だと学びました。心に響く言霊コレクションでは、エネルギーを宿した言葉をご紹介し、皆様のパワーにつながる動画を作っています。あなたの心に少しでも響いていましたら、ぜひチャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いします。そしてコメント欄でご紹介した言霊についてやり取りできれば幸いです。それでは良い一日をお過ごしください。次回の動画の言葉も。
あなたの心に響け。